はい、どうもピロチュンと申します。ファイアーエンブレム層続きやっていきます。紋章屋ですかね。なんか増えてたやつ見ますか。どういう攻撃の紋章、防御の紋章、特殊の紋章、パッシブですね。で、さっきのあの割った時の素材を使う感じなんのなのなら、これでいい？もうガンガン上げてって良さそうですね。足りなくなったら裏で集めてくるんで、とりあえず主人公ガン上げで、うわこれはいいな。スタンゲージの表示が演奏される。これは多分普通のコマンドで強くなるやつで、これもいいな。まだ上がる。レベル2は、レベル1を上げて、これでいい？成功だよ。まだ上がる。ああ、これも強い。一目ではゼロになるダメージを受けても1回耐える。前回のフレデリック戦で結構ピンチになってましたからね。これでいい？上げとくか。成功だよ。祈りは強いな。あ、武器レベルもこっちなんだ。レベルとかじゃなくて、レベル15以上の下級兵士が上、あ、これがクラスチェンジか。いや、クラスチェンジはやっぱテンション上がりますね。で、今回フレデリック仲間になってだから、ものやっぱ結局シスター、リツちゃんシスターなんでね、ものメインはフレデリックになってくでしょう。だからフレデリックをガン上げして、馬にも乗ってますよね。もう申し訳ないけど、リツちゃん何これ、大盾、お重装備定番のスキルですね。あ、こんなんだ。でも今回フレデリック君が大活躍する面だと思うんで、こんなもんすかね。あとは遠征や行けない、神殿行けない、訓練行けない。じゃあ参りますか。三章、幽谷の寺院でいいのかな。そろそろ偵察から戻ってもおかしくない頃だと思うが。偵察出せるほど人来てんの。クロノ様、ただいま戻りました。ティアもそういうこと。何か、ド定番出してきますね。もうヒーローズでももうまだ嫁ティアモぐらい。ああいう、あと水着ティアモも出たか。どこまで行っても見知らぬ景色ばかりでした。ここがイーリスでないことは間違いないようですね。それは把握してる。よくわからない異形の者たちがあちこちで暴れていたんです。異形の者、鬼みたいなやつとか影の兵士とか。異形の者、彼らの言っていた突然現れた敵というわけですね。突然なんだ。俺たちが突然ここに来たことと無関係とは思えないが。へえ。ティアモはペガサスナイトなんだ。ふう、すげえ、かっこいいな。お前はのんきでいいな。あんまりはしゃぎすぎないでよ。すみません、ティアモさん。いえ、そっか、お気になさらないでください。ペガサスナイトは珍しいんですか。手に入るんですね。いや。こいつが好きなのはやっぱ剣やり斧がもうド定番の三すくみですね。やっぱ騎士っていいよな。騎士の方です。ペガサスナイトで手に入るのか。騎士の方です。
か。ダリオス君はツッコミ担当になるの。ヒートリア。さて、そろそろ出発しないか。寺院はもうすぐなんだよな。それなら、私は偵察がてら先行します。クラム様、いいですか。先行がてら、あ、偵察がてら。そうだな、ディアモ、頼んだ。私たちも出発しましょう。早速槍を使わせてもらえるんですかね。勝利条件、寺院の奪還、進撃準備、バトルの準備をします。ユニット装備の変更や、情報の確認などができます。マップ配置、操作キャラクターやバトル開始時の配置、バトル開始時の指示を設定できます。身支度、装備する武器やアイテムを変更できます。お任せ、ユニットの自動行動を設定できます。アンナ情報、戦場に出現するアンナの情報を確認できます。戦況、バトルの勝利条件と敗北条件を確認できます。指南、遊び方を確認できます。環境設定、各種設定を変更できますと。アンナさん見れるんだ。あ、こういうことか。撃破数1000やればどっかに湧くと。あとはなんとなく一択は、あ、マキラ。マップ配置、ユニットを A で選んで指示を出します。その後目標を選んで A で決定します。ユニットを X で選ぶと詳細な指示を出せるメニューが開きます。出現キャラクターの変更や配置の入れ替えができます。青色マスのユニット、キャラクターの変更や配置の入れ替え可能。灰色マスのユニット、そのバトルでは出撃固定、入れ替え不可。あ、じゃあもうキャラクターごとのなんかストーリー的なものが用意されてそうですね、この先。何何？じゃあリーズは主人公でしょ、はい、フレデリックも主人公。なんだ、よし、全員近くに追って、下手に分散するよりそっちの方がいいと思うんですよ。よろしいですか。さあ、行きましょう。例えば第2章の編集見直してて、編集ん？これは見たな、サンスクミ編集しててダブルの仕方が完璧に間違ってましたね。あ、ルフレなんだ。何かもう言ってあれば。男、ティアモ、ルフレ、クロム様たちが近くまで来てるわ。よし、これで手は揃った。ありがとう、クロム。武士ってかっこいいっすね。君こそ最強の切り札だ。みんな、最強の切り札ぞ。クロムたちの進軍路を確保しつつ戦線を押し上げる。こいつらは完璧な覚醒ワンセットな感じがします。ジーンが襲われてる。なぜグストン軍がここに。ウードおったんかい。んあれはルフレ。全然みんな加勢するぞ。仲間になってくれてもいい。グストンの兵がなぜアイトリスの陣を。マップ見る感じはほぼ斧ばっかりな感じがしますね。さてリーダーを倒すのが入り込んだ敵を撃ち陣を取り返すんだ。ミッション開始です。はい、陣内の全ての敵砦を制圧せよ。聞いてください。そこ倒したんだ。はい、砦、砦兵長を撃破すると砦を制圧できます。制圧した砦からは敵増援が出現しません。増援、あ、こっから来てんだ。あ、てかヒーローズでもありましたね、このコラボ。あ、そういうやつなんだ。味方の砦は中にいる味方のヒットポイントが徐々に回復します。また本拠地以外の全ての砦を制圧すると味方全軍が強化されます。あ、傷薬使わなくてもここに行けばいいのか。砦兵長や砦の兵士が持つ武器は砦ごとに決まっています。3隙に有利な武器を持った味方を向かわせると制圧しやすくなります。敵がいっぱいいるぜ。今回槍が槍をゲットしましたからね。仲間と力を合わせるんだ。連携して戦えば敵を素早く撃破できるぞ。3隙に揃うってでかいですね。相手がどんな奴なのかもよく見ておけ。
強いな、物には強いな。それぞれ戦いやすい相手がいるはずだ。よし、行きましょう。あれなんだ、矢印上、特攻、特定ユニットに大ダメージを与える武器の特性を特攻と言います。意味、ペガサスナイトに特攻、アーマーキラー、アーマーナイトに特攻。特攻武器があると自分が敵の特攻に白ジニアカの敵が自分に特攻、赤字に黒のピッカ。武器の特攻は操作キャラクター以外の操作しないユニットにも影響します。あ、そうなんだ。そりゃ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 そうだ。特攻効果を持つ武器の武器特性の中には武器の基本性能が低下するものがあり、武器の攻撃力が赤字で表示されます。はい、来た、アマギラ。今半分ぐらい減ったかったな。めちゃくちゃアマギラ。もうすごいな。また一回り成長した。力上がればいいでしょう。ウフレとティアモ進軍開始。何があっても助け出すんだ。分かりました。ええ、ですがクロム様に万一のことがあってもお気をつけください。何分ピンチって寺院の僧侶たちの姿が見えませんね。敵に襲われたのなら助けなくては。報告します。あ、ダブルしよう、ダブル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 。後方に回る。これこれこれ。どうやら逃げ遅れた僧侶のようです。 L の方を押しました ZL。 ミッション開始です。ソルジャーを撃破、僧侶を救出する。右上、遠いな。フレデリックさん、出番かもだ。聞いてください。デュアルアタック、武器ゲージが溜まっているときに ZR プラス Y でデュアルアタックが発動します。光栄が出現して敵を打ち上げます。敵のガードを崩すこともできます。光栄の武器が敵に対して3スクリーン不利でなければ、デュアルアタックで攻撃した敵には必ずスタンゲージが出現します。武器ゲージはダブル状態で敵を攻撃すると増加します。こちらも行くぞ。 Y、 これか。あ、動き近く。右上行かないとな。聞いてください。絆、あ、これ、あ、これあれですか。セーブデータの関係で2回出てます。フレデリックに帰って右上を目指そう。あ、馬すごいな。走るだけで、あ、懐かしい、こんな感じでしたね、サムグロス。結局でも馬、ま、あれ、結局でも馬、ま、関戸とかでしたね。結局馬の戦いの感じで、結局馬の馬持ち、馬の力のが強いんじゃないか。ありがたい、これを持って行ってくだされ。どうか、任せて。助かるぜ、あんたが無事でよかったよ。エルフィルとか使わせてくれんの。今のように戦場を広く見渡して動くことが対応ですよ。やりましたね。結構やりようのな剣に切り替える矢印に増やしてもらうのに、ヘイト、ヘイトだよ、ヘイト。せーヘッドクロス、かなり強くなった。聞いてください。デュアルオーギー多いね。前衛後衛の無双ゲージが両方とも溜まっているときに A でデュアルオーギーが発動します。2人で協力して無双オーギーを放っています。
前衛後衛両方の無双ゲージを1本ずつ消費しますが、広範囲に強力な攻撃を行います。これ使ってみたい。集中力であってことは使えってことかな。俺たちならやれるですな。分かった、組め。強すぎる。気持ちいい。これはすげえ綺麗になった。よし、行きましょう。ただ槍ばっかりだな。聞いてください。拠点、戦場に点在している拠点からは制圧している勢力の兵が次々と出現します。敵の拠点兵長を撃破すると拠点を制圧して味方の拠点にできます。逆に味方の拠点兵長が撃破されると敵に拠点を奪われてしまいます。邪魔は従来鎖国でしたが、前だよ。うまっ。行動範囲が広い分なんかカメラワークが間に合ってない。若干見づらい。正面に置いてる。このカメラの右とかに行っちゃうんですか。画面外にもうポンポンポン。ミッション成功です。 G に入り込んだ敵は大体片付いたな。あ、誰ですか。あれ、あんま大きいな。あ、槍のアーマーだった。クロム、苦戦したからね。もう大丈夫だよ。いっちゃいっちゃ。増援です。めちゃくちゃ増えたっけ。少しはやるようだが、手は打ってな。物ども進め。誰すか。奴らを血祭りにあげろ。もう魔導士来ました。大変だ。しかも、なんであんな奴がグストン軍の指揮。ミッション開始です。すごいな。勝利条件変更です。あ、てかもうフレデリックにしてたらほとんど。はい、クラスの有利不利。魔法が低いクラスは魔法攻撃に弱いのでクラス間に有利不利があります。特攻や3スクミほど効果はありませんが、有利不利はダメージなどに影響します。有利に戦う敵には下向き矢印、不利になる敵には上向き矢印が表示されます。有利不利の例、フレデリック、魔法が低く魔導士に対して不利。リズ、魔法が高く魔導士に対して不利。おや、今回はリズが正解だった。臭いかな、もしかして。より詳しいクラスの特徴についてはシナンのクラス紹介をご覧ください。開門しました。そしたらリズとフレデリックを組ませて、このくらいの成長は騎士として当然です。組ませる。リズちゃん重なってて、リズと連携して敵は大軍。このままでは囲まれてしまう。囲まれちゃったら大変だよ。ここやりやん。ズバーンと増援をやっつけよ。それぞれ得意な敵を相手取るように進軍しよう。リズ、敵の武器をよく見てくれ。こうか。ミッション開始です。また敵がこっちに来てるってことは敵陣は手薄になってるんじゃない。そしたら逆襲しよう。逆襲、砦を落としてクーミンに立っちゃおうよ。なかなかえげつない。ミッション開始。えげつない言葉使う。右下において重要なのは指揮だ。砦を制圧すれば兵の士気も上がるだろう。砦を制圧していけば、いずれ戦況が好転するはずです。オーギー、足元に小石が。あ、ダブルオーギー、デュアルオーギー。すぐお前らが言うな。俺魔法使いやんけ、もう。気持ちよすぎる。あ、でも千人飛車とかやってましたね、アートさんみたいな。それはやっつけてくる。100個これやろ。すぐ50とかいきます。患者さんを回収するのが大変。
ステージを再生。会いに行きましょう。出た。さあ、始めちゃうわよ。出てきます。やりましたね。リズ様、こんなにお強くなる。移動は私はもう完全無料で。どういう強い関係だった。ドリブルやったドリブルし、あとどこあった。無事に変えました。はい、またのご来店を。こまめに倒したかないといけないのかな。こういう拠点増援のか。やった、強くなったよ。あんまり攻めすぎると、取られて戦況が悪化するとかなってくるとか。ティアモやりとやりか、完全に上問題はない相性。強いなかなか敵はいたな。大丈夫？主人公ですら勝手に動くの？待て、大丈夫？そのまま倒してステージクリアだ。歩く。大丈夫？本当に。心配あるか？帰ってきて。よう言ったらここまで逆に。ミッション成功です。うまくいったね。てか主人公の魔法って、九。よろしくお願いいたします。そういうのじゃない。リズのステータスが見たい。やりましたね。切り替えると見れないのか。うん、任せ。あと魔法高いな、リズ。言うて主人公もそんな低いわけじゃない。こいつメイン、そういうリーダーメインで叩いて。ザコはもうおまけ感覚で良さそう。シオン君、いや主人公も勝手に動くのめんどくさいな。ダリオス君ダリオス君バグだよ。末永く一文字減っとるんだよ。まだ急いでくださいとかって言う。この程度か。こういう最初の策を練る必要すらないようだ。はい、やりましたね。ピンチのとこあるな。汗かいてる。さっさと行けって。わかりました。お前か。運命には抗えぬぞ。こんなえげつない愚か者どもよ。こんな元気玉級の魔法くんの。聞いてください。デュアルガード、縦ゲージが溜まっている時に敵の攻撃を受けると自動でデュアルガードが発動します。光炎が出現して攻撃をガードします。
縦ゲージはダブル状態で敵を攻撃するとおかしいな。縦ゲージ、下の細いやつか。足元に小石が、小石はさすがに後や。凄まじく気持ちいいな。え、終わった？え、ワンパン？いいんすか？ここは勝ちを譲ってやろう。アンナさんも回収したし、バッチリでしょう。なんだあの男、僕のことを見て笑っていたような。好きなんじゃないか。逃がしたか。けどジーンは守りきった。俺たちの勝利だ。着信号やなお前。今回の MVP はさすがにリズちゃんかな。よく見たら聖堂がしょぼそうやな。MVP がこれになるのか、操作キャラクターがこれになるのか。そう言って母上は俺たちにこの盾を託したんだ。だから教えてくれ。お前は敬語を知らんのか。ユアナ様が。わかった、心して聞くがよかろう。アイトリス王国に密かに伝わる炎の盾と邪竜イビルザーグにまつわる伝承を。邪竜イビルザーグ、結構スタンダードな設定なんですかね。か 昔ながらというか。この世界を未曾有の危機が襲った。恐るべき邪竜が現れ、至る所に異世界に通じる異界の門が開いた。ああ、これをでクロムたちが来たってことですね。異界の門からは異形の者たちが次々と呼び寄せられ、人々を襲ったという。敵も来ちゃう。それって今の状況とそっくりじゃ。うむ、ね、さらに異界の門を通じて異世界の人間たちも現れたとされておる。むちゃくちゃ、ね、この世界から見て異世界の人間ということは、つまり僕らのことか。それで邪竜はどうなったんですか。伝承によると、邪竜は炎の盾の力で封印され、世界は救われたのじゃ。もうこのファイアーエンブレム、ママからもらってなかったら積んでますね。しかし再び異界の門が出現するとは、邪竜が復活しかけておるのかもしれぬな。復活しかけておる。復活はしてないの。そいつを倒せばいいんだな。はあ、復活しかする前にやってしまうって。邪竜が復活すれば誰にも倒すことはできぬ。誰にも倒すことはできない。相当チートですね。だがその炎の盾の力を覚醒させれば、邪竜を封印し直せるじゃろう。じゃあ復活する前に叩くって流れ、ね、さすれば、うん、アイトリスに開いた異界の門は全て閉じられ、異形のものは消える。プロム殿と言ったな、うん、お主らもおそらく元の世界に戻れよ。倒すこと前提で現れてるんですね。じゃあ炎の盾の力を覚醒させるにはどうすればいいんだ。伝承には異界より現れし英雄こそが覚醒の鍵となる奇跡を持つと。あ、異界の英雄。あ、A おっしゃった。もしかしてクラムさんたちが。そうなりますな。異界の英雄、私たちウドったんか。大ものじゃないよ。ああ、リズの。お前戦闘にも参加しないやんけ。神に選ばれし
この俺の力が必要なようだな。そして喋るのかい。お前の、ま、お前の子供やぞ。なんだみんな。クロム、君の体が光っているけど。ちょっと臭いんじゃないですか、もしかして。なんだこれは。クロム様。あ、それが奇跡だ。間違いない。炎の盾が反応してるぞ。おお。あ、BGM がいい。ああ、ここ。すごい。奇跡を集めれば、じゃあ本当にこの国を救える。5つの世界。きっとそうだ。残る英雄たちを。主人公が来るってことなのかな。覚醒の世界。完了。え？皆様お守りすることができたようフレデリックなの。あ、結構使ったか。鉄の D。ポールアクス、あ、いいですね。馬特攻。これいいですね。え？強4強化。希少素材増加。あ、何このかける2000。はい。あ、なんか武器、同じ武器でも細かい差が、パッシブが違うってか。いっぱいゲット。あ、これがアンナさんのやつか。絆レベルは C。なんか意味深ですな。これが絆というものでしょうか。ギズのへそくり袋を獲得しました。フデリキの小石を獲得しました。新しく追加されました。錬成屋が開店しました。ショップから入ってみましょう。訓練場。おーん、来てくれたんだ。ショップの残りですな。錬成屋、武器を選んでね。はあはあ、錬成屋できないみたい。え、スロット、あー、なるほど。パルシオンすごいな。むちゃくちゃあるけど。あー、こういう、あ、すごい、もう重装特攻つけれるやん、パルシオンに。弱攻撃強化、うん、これは下手につけるのもあれかな。訓練場、レベル上げれんの？しかも安いけど必要資金。これでいい？はい。で、上げますよ。で、これで上げたらなんか上がり幅弱いとかだもん。俺強くなってるぜ。7が上限。よし、かなり強くなった。じゃあ結構使ってなくて育ててないキャラもすぐ最前線に送れる。あ、パーティーの一番レベル高い人に合わせる感じなんですかね。できないみたい。そして神殿だが、神殿がいけないと。紋章もちょっと見直しとかないとですね。じゃあ三章はこんなもんですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。